大丈夫、まだホテルは間に合う。それな、それな、ないんばっかりだな、マジでな。中島さん、鹿児島の黒豚とか書いてんだけど。チーム鹿児島の黒豚。面白い感じじゃなりそう。まあ、明君は今のところあのライチに本当にキャラ替えしようっていうことでいろいろやってて、7-3ぐらいの割合でライチとバングとずっと今佐賀で一人で頑張ってます。バングとやると初めてなんだよ。バングとやると初めて。さあ、バングとやるのと初めて、ナインとやるの初めて。あ、彼韓国勢なんでいたわってください。佐賀からの資格、ワンチャンナインに初めてなのかな、どうなんかね。自分で使ってはいるんじゃない、アキラだし。さあ行きましょう、第4戦アキラバングバーサスナイン。はい、引き続き、ノイジーフェイス、ゲロサブと、カミちゃんで。なんに嘘ついてんすか。関東勢のヒロ君と進めていきたいと思います。だって声が似てるんだもん、しょうがないよ。さあ互いに世話しなく動き回って発信に追い詰めたバンガー。バクステでどうにかなると思った。ならない。ダメだ、互いに動きすぎて。いやー、しっかりと毒をつけて、今回毒の時間が短くなってるけど、自分で見なかった方が悪いっすね。ごえごえごえ。ないんだからね。まあないんですし、じゃあ呼んでいいから、に入っておく。先にバースト入っていったのはナインが、おそらく。おっと、これはいや、どうなる。なるほど、大正解です。まずで掲示があるんでね。確かに。さて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 、がもう最悪終わんなくても。はいはいはい、はい、どうする、どうする、どうする。あっ、おー、愛してました。クレンズアイトでした。何でもいいの部分を見せたというんだったらもうこれしょうがないですね。うん、あれ羽入るんすか、そもそも。そうじゃないの、 2B とかああいった系が入らないとしても何かしらの別のものが入りそう。最悪 2A でもよかったんすかね。実際プレイヤー的には見えない部分で多分 2A 当たっただけでいったでしょうね。うーん、まあ中段立っていたが駒投げ、ゴミ、はい。おお、上に家を読んだ上での確認はできず。まだ見た感じどっちがやりやすいとか見えてこないですね、この組み合わせ。わかんないですね。まあ、実際遠距離でもバング側やれないことはない部分が結構多いっていうのがね。風林火山よりも強いんちゃう。風林火山よりこのステップの方が強えよ。うわー、風林火山の方が強いのかな。バーストに回す。まあ風林火山も利点はそのガーキャンオーバードライブとかリバサで出して今の使われましたね。アキラにしては珍しいバケットのやつ。うわー、結局これ、結局これだが、それがいい。さあ早速いっちゃいましょう。まあ、先に1試合選手したのはディーサナインですが、このコメントいいな。お、ナインほんと可愛い、ボコボコにしたいって。このコメントいいな。ナイン自体はあれなんだけど、僕藤村亜美さんは大好きなんでね。なるほど、素晴らしいと思います。さあゲートを使った、もうほんと最近のナイン使い、あそこでゲート毎回やるんですよ。これは広いぜ、珍しいな、アキラがああいうところ。ただ、ホーム時間がほぼモーメントばっかりらしいですね、DK とは。あなかなか伸びるらしいです。日本気を通す、素晴らしい。まあ、そこまで伸びちゃ困るけど、はい、ファストぐらいでいいんじゃ、はいはい、さあ、先ほどまでだったらバースを入ってその場面ではあったが、アキラも迷うけど、アコンもできず、ゴミ、下段から、しっかりコンボして、あるこれ、繋がるんですよね、やろうと思えば。
はいはい、繋がってない。うわー、あ、何する、おお、しない。あー、やる、バリがしてない。バリが張ってということでした。攻めているのはナイン側。お、位置が入れ替わって、忙しい画面内、風林家さんから、おっと、この風になるぜ。さあ、山がつけられなかったっていうのであって4枚コンですからね、マジでね。さあ、投げやすかってた、逃げ出してガードできる、中断、うわ、早すぎるだろ、うごへごへ、敵は関係ない。単発ダメージで伸ばされて、投げている。追撃失敗。はいはい、毒つけて、でもコンボさえいけば、何が届く技がある。うわー、まあ、これはこれは体力的に考えると見つからなければ終わるでしょう。さすがにこれで死なないわけがない。本当にありがとうございました。本当に本当にということで、お二人ちょっと申し訳ないんですけど、自爆行きたいと思いますね。ちょっと待っていてください。申し訳ない。ちょっと待っていてください。お願いいたします。では自爆に移ります。引き続きご視聴のほどいただきますようお願いします。はい、じゃあ大丈夫です。よろしくお願いします。1時ですね。ああ、まあいいや、態度とか完全負けですわ。丈夫丈夫、大丈夫大丈夫、水蓮さんと駒くんの名前でみんな来てくれるから大丈夫大丈夫。態度変わってないけど、よいよいよ。おっと、開幕 3C、 ヘイタウカウンターしたが相打ち、さぎおきに 3C が当たってくんつらいと、バングがバースト吐いてしまう。先ほどからオーバードライブかなり対応していただけに、これはちょっと痛いのでは。割り切り方早かったですね。あの、もしかしたらあのイヤバーかもしれません。なるほど。投げでした。うまい、さすがに残る判断。めくられている。いやー、ゴマ投げ、これ繋がるんですよ。そう、繋がっちゃう、本当にバカだよね。はい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 ですね。どうしよう、悩むな、どうしようかな、不気だな、どうしよう、悩むな。さあ、ガード、おお、しっかり立っていて、あー、最後は緑投げ。さあ、ナインが取って、クンツアイト前飛びで補正リリカは逃げていく、あれ逃げないのかな、わかんないけど、噛み合っちゃった。確かにな、これも噛み合った、嘘でしょ今の。あれはあれはマジで言うけど、あの、自宅が悪いです。なるは今が悪いです。しっかりしている、しっかりと風鈴かまで回収。こういうできるバンドの動きを見るとね、あの、マジで分かりにくいんだけどさ、あんなに自然にコムやってるからむずいんでしょっていう。本当にむずい、むずいんでしょっていう。なんであんなに自然にいけるのか本当に思うよ。うちの方にはもう本当オーバードライブしたら風鈴火山全部回収した後エクシードアクセル示して確認行って、うおーやー、君が勝つの。さあ、ここね、ああ表裏関係ない、嘘でしょ。おい、打って、く
ペンサイトが当たる。なんかどこの話じゃなかった。まずい。上からかいと。ポティさんが落ち着いてほしい。ポティさんさっきから落ち着いてないんで、はいはい、おい、はい、何ではダメと言われた。何これはどうなる。8秒。あ、うん、何か当たれば、うん、当た逆に当たってしまった、いいジャンディでしたね。いいジャンディでした。いいジャンディでしたね、はい、これで 1-2 ですかね。まさかのジャンディだったな。さすがに釘なんでしょうね。じゃあ僕も最後のレッドブルポカリ飲みますかね。あ、それ緑のせいでさ、みんながニョーニョー言うんだよね。ちょっと勘弁してほしいんですよ。いや俺それ緑茶か何かと思ってましたよ。レッドブルとポカリ、まあ、正直試合に全く関係ないこと言っちゃってあれなんですけど、七熊今日来るのすごい楽しみすぎて、昨日結局眠れなくて飛行機の中で1時間ぐらい寝たわけなんですよ。だから俺もそろそろ限界が近い。実を言うとさっきあのモンスターさんの逆転劇ですごい燃え尽きた感が。いやでしょでしょ。でもさ、まあ、さっきのさ誠のノエルもさめちゃくちゃ熱かったからさ。そうね、まあ、だからこの流れ来てるじゃん今デラ君に。しかも気持ちになるじゃん、うん、からの逆転劇あるじゃん。ありますわ。まだまだ長いんだよ絶対。しかも今全部長いんだよね。なかなか超熱い。あーっと、あと練習が結構ある。そうです、すごい。さあうえい、しっかりね、やはりこういう部分で見せてはくれない。ここも本当に単位の通りです。完全に919だからって言うんで、うん、まああいう部分で見せてはくれません。うまい、しっかり拾い直して、おーどういうんだ、どういうんだ、どういうんだ、クンサイト立って、立ってる。空中盤が速すぎてね、意味が分かんないんだ。あの速さ速いんだよなーっと。オーバータイム分も含んでますね。ちょっと待ってる、止めるんだよな今のところ。なんかあの余裕が出てきたと思ったら、あの声を張り上げるのがディサ君です。大体なるほど、大体そうです。あの1、3で差がついたんで。まあそりゃそうだ。さあ第5戦目。おお、わーい、落として、落とされるのかよこれは。別にさ結局さ当たれば問題ないっていうことになるんだよ。三振までやりきって、おいしい。なんだろうな、ベリアウェッジとかその辺に近いものを感じる。わーい、しっかり、素晴らしい。はい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 、はい、3C で補正切り。 2C と 3C のモーションまずどうにかして、それまずい、まずどうにかして。正直 3C したのかな、 2C だったんかいって。よいしょ、ダメだ、 2C と 3C 後から見直してもわからん。よいしょ、裏に行く、逃げても関係ない。結局無敵技が思ったより関係ないっていうんで、41でーす、41でーす。この前長期的に14のがいいんじゃないですかね。まあどっちでもいいか、別にね、4っていうのを主張したかっただけなんで。さあここでディサナインリーチかけていってますが、ディサ君、あのここから逆転劇があると面白いと思うんだけど、どう思う？そうね、まあ、負けねえからいただきました。いやいや、有権勝率 80% だから、うんうんうん、80% あるんだけど
80%? バンクがね、やばい。よーっと投げに行ったかなんか。大ジャンプチャンプ、ね、やるんだったら下の部分もねちゃんと拾いているのがやばいんですよ。生くんつわいと荒くねと同じくらい長い。荒くねの上下の長さ、テーガーの横の長さ全部あると思います正直。だから投げの範囲がテーガーの横の範囲他のキャラの2倍で、荒くねだけ上下両方同じ範囲あるんで、あ下には短いんですよ全キャラ、上はめっちゃ長いんですけど、いろいろ調整とかの問題でなったのに、なんでこんななったーないんっていう。まあないよ、わかります、気持ち的には。空中出すとかそういう制御の部分がだいぶ少ないんでね。通ってしまったんでバーストどうしましょう。おっ隠るか、おーいい、何かよこの技よ、技ですらないんだよな。言うわマジで。いやまあ無敵あってもいいんですけど、せめて存在判定ぐらい欲しいっすね。あーアホだよね。一番バカだと思うのはレイダー の, あの1段目2段目の間が存在判定消えること。バースが噛み合ったら何もない。またかい。あ、OD カラミティのサーチも変なとこ行ったりすることあったんすよ。19プラス3というあの技はどこ行ってしまったんだ。疾風劇が見る数ないとか意味わかんねえよ。疾風劇こんな弱い技じゃなかったはずなんだが、っていうよりはあの リーチですリーチです、リーチです。足から落として、あ、リッチでそっちだ。はいはい、おっと、あ、でもこっからまだ逆と前転に甘えてしまった、はいはいはい、どうする、一旦前ステップ当たって、いやまだ終わらないか、さすがのバンクか、残ったバラバイト、クーナゲー取ったの7位、おめでとうございます、おめでとうございます、もう1日7位の勝利です。あれだね、なんかあの盛り上がって盛り上がって盛り上がってなんかふーんって感じだったね。という感じで、じゃあ皆さんお付き合いありがとうございました。放送はこれにて終わる感じです。疲れた、店員呼んでもらって設定変えましょう。誰か呼んでマジで。いやという感じでした。